今回は東京鶯谷駅北口から歩いて1分ぐらいのところにあるホテルアピオ212号室にやってきております。お部屋こんな感じでヨーロピアンで上品な感じです。そしてこちらのホテル、ロビーにはシャンプーバーやウェルカムサービスでコーヒーがあったりするんですが、男性用のアメニティもとても豊富です。ベッドこんな感じ、ベッドは固めで、なんていうんだろう、そば柄というか、なんか結構大きめのゴツゴツした感じのものが入っています。固めの枕が好きな方はいいと思います。こんな感じでテレビには、ルームサービスとかね、リモコン一つで OK なようになってます。そしてズボンプレッサーがあったり、あちらには消臭ミストがあったりね、サラリーマンの人とか一泊して行くのにちょうどいいかなと思います。お部屋にはパソコンも使えるようになってます。そして携帯の充電器もね、こんな感じであるので充電し放題です。でソファーがあって、ルームサービスもね、いろいろ軽食があって美味しいです。ヒューガは、今回キムチコクマうどんというのをいただきました。美味しかったです。お部屋のアメニティも一通り必要なものを揃っていて、ドライヤーなども豊富です。こんな感じ。そしてお風呂、浴室、テレビもあります。広くて清潔感があってすごい使いやすいバスルームです。